1つ目は2月頭に撮った動画です。なんでこんなに眠ってたんだろうね。なんでこんなにずっと忘れてたのか不思議です。結構古いからボツにしようかなとも思ったんだけど、割とうまくいってる回だったからちょっとこれだけ使おうかな。ダウンなんですけど、今作ちょっと前よりは右手が強くなってきた気がするんだよね。右ができたところで左手が激弱なまんまなので、あんまり意味ないかもしれないんだけどさ、今までずっと稼ぎだったミレンタラッタの紫ベースがもうめちゃくちゃレベル下がったじゃないですか。だからついにギターに手を出し始めて、スパランでも正規でもランダムでもやってみたけど、どれもあんまり変わんないっていう状態で、マジでどうすればいい全部ローテーションしながらやっていくしかないのかな。今までやってきた難易度帯で3色が出てくることってほとんどなかったの。鬼姫の紫ベースくらいかな。でもあの曲はかなり昔からやってるから慣れてるっていうのが大きくて、あれはできるんだけど、ミレンタラッタのあの3色の入り方マジでできない。今映像で流れてる曲について喋った方がいいのはわかるんだけど、あんまり印象ないんだよね。めちゃくちゃ普通の譜面じゃないですか。だから特に触れるところもないっていうね。ただ私オープンがすっごく苦手なんですよね。序盤の方もそこでミスってたと思うんだけど、それが本当に克服したい。3色もダメだけど、オープンもマジでできないな。なんでなんだろう。一回指を離すことで位置がちょっとわからなくなっちゃうのかもしれないね。明らかに左手の問題だとは思うんだけど、この離すタイミングとか、また指をつけるタイミングとかがなんか迷子になっちゃうんだよ。だからオープン2色オープン2色とかさ、そういう交互に来られると、今指がどういう動きをしてるのか自分で分からなくなっちゃいます。150点乗りました。まあいい感じでしょう。フルコンまで粘着する気なんてあるかないかな。ちょっとな。ここからは最近の動画です。これの直前にずっと DDR 撮ってたから、そのまま縦で撮っちゃってちょっと見づらくなっちゃった。確か私ギタドラの時はいつも横で撮ってた気がするんだけど、今回だけこれで勘弁してくださいよ。で、曲がキウイの紫ベースですね。今までこの曲無理でしょどうせって思って全然やってなかったんだけど、意外とダウンで全部気合で拾っちまえば普通にスキル対象入る感じではありました。どっちかっつうと運指派の人が得意な譜面なので、あんまりそんな言うてね、言うて大したパーセント取れてないけど、一応スキル対象には入ってますっていうね。ただこの時は自己ベは出てないかな。前半すごくいい感じだったんだけど、そういう時って必ず後半どっかでぐったぐだになっちゃって結局更新できないっていうのがいつものこと。キウイやるたびに毎回そう。この方の曲で他に結構やってる曲って言ったらチェリーですね。難易度が全然違うのでスキルには全く入らないんだけど、チェリーフルダウンでゴリ押すのがめっちゃ楽しいです。言い忘れてたけど、ここのゲーセンめちゃくちゃ配置替えしました。ほんまかっていうような位置に配置替えをしてしまって、この後ろガンガン人が通るようになったっていうのと、この画面にちょうど映る範囲がもう前以上に照明がすごい映り込むんで、だいぶ今この画面見づらい感じになってるよね。後ろにもいろいろ筐体があるんで、それの光がだいぶ入り込んでんな。プレイしてる側的にはまあまあええやろぐらいの感じではあるんですけど、あとドラムも配置替えしたんで、その新しい配置での動画も今度載せますよ。 DDR もここ数ヶ月で結構配置替えしてるんですけど、今回は変わってなかったです。あ、キウイ終わった。 84% の139点だから、まあこれは自己ベ近いぐらいかな。もうちょっと行きたいところではあるんですけどね。で、こっちが前作の動画でも多分いたかもしれない無垢アサキの曲だね。これくらいの速さのダウンで運指が比較的優しめの曲、どうしてもこういうのをやってしまうので、いつまでたっても左手が強くなりません。これオープンと交互に入ってるからちょっと苦手なんだけどね。最初めちゃくちゃ気を使ってる。それでさっきも言ったんですけど、オープンもそうだし3色が本当にできない。なんで3色ができないかって、指3本でガッと
思いっきり押さえるっていうことをしてきてなかったからさ、マックスで指2本までしか使ってなかったから、その3本で押すっていうのがなんかすごい体力を消耗するんだよね、左手の。すごい疲れるもん。あと3色2色3232って来られると、どこが色抜けてんのかわかんない、見えない、全部3色に見えちゃう。だからデュアルストライカーの最後の方とかに232323ってめっちゃ真ん中抜けみたいな2323が来るんだけど、それがねマジで見えない、全部3色に見えて、もう勘だよただの勘にしかないよ、あんな譜面。ああいうのってさ、慣れれば見えるようになるのかな。ここでコメント返しとくか。和彦さん、ギタドラでBPM 変化あったらスキル差すごくなりそう。なるのかな、まあ、いきなりそんなシステムを導入したら大ブーイングだろうから、一生ギタドラにはソプランは入らないと思うんだけどね。でも急に新しい要素を入れてきたりするからな。もしそうなったら最初は大炎上だろうけど、なんだかんだね人間は適応してくると思いますよ。まあ得意不得意が出てくるのは仕方ないけどね。どうしてもソフランが苦手な人っていうのは一定数いると思うんで、まあそう考えたらスキル差広がるのかな。逆にそこが得意分野になって思い切り伸びてくる人っていうのも出てくるでしょうね。次がちーさん、話し方好き、ありがとうございます。めちゃくちゃ普段通りの話し方ですけど、てか名前がまた出てこなくなっちゃったんだよな。あと最近鼻炎が悪化してて、今過去最大に鼻声です。果たしてこの状態で喋って大丈夫なんでしょうか。